高価生放送でお送りしてきました特別番組、今日は道の駅山形蔵王スタジオからお送りします。もうあっという間にエンディングでございます。まずは、放送部署の外にいます2人を呼んでみましょう。福田くん、渡辺さん。はい、福田です。はい、渡辺です。私たちは今またこの正面玄関前リードスペース付近に来ています。こちらですね、ちょうどあの地区50万人達成ありがとうなんて看板が飾られているんですよね。はい、オープンして間もないですが、たくさんの方にこの愛していただいている施設だと伝わりますね。あの館内ね、ちょっと親子連れの姿がちょっと増えてきたんですよね。親子連れだったり、あとご家族でいらっしゃってる方も多いですね。ちょっといろいろ話聞いてきたんですが、どんな方いらっしゃいましたか？エネルギー補給をしに来てるわけですね。ちなみに僕が話聞いた親子だと、お隣宮城県からなんて方がいらっしゃいましたね。あのトイレで寄ったんだけど初めて入ったから、ちょっといろいろ出て回りたいなとおっしゃってましたね。特に予定は決めず、この後山形県内ブラブラされる予定とのことでした。ブラッといらっしゃってる方も多いかもしれません。ある意味最高の休日の過ごし方かもしれませんよね。キッチンカー5台超出店していまして、5台も、はい、たこ焼き、明石焼き、そしてチーズケーキなどなど豊富な、キッチンカーが並んでおります。ちょっとあの山形市内雪も少し落ち着いてきましたね。そうですね、はい、この時間からそうやってキッチンカーでゆっくり何を食べるか選ぶこともできそうですね。はい、何か気になるキッチンカーとかありました？チーズケーキ気になります。いいね、チーズケーキ。そうだ、コーヒーのお店出てませんでした？そうなんです。ねえ、一緒に合わせてほっとしてですね、コンビネーションが完成しちゃいましたね。といった感じでこの館内大いに盛り上がっているんですが、まもなくお昼ということでね、おそらくこのランチをお取りになる方も多いのではないでしょうか。これからもどんどん賑わっていきます道の駅山形蔵王ですが、本日山形市内雪が少しちらついております。路面状況に気をつけながら、どうぞ安全運転で会場までお越しください。はい、こちらからは以上です。はい、ご苦労様でした。そしてゲストの NTFB ベイビットの皆さんです。お疲れ様でした。どうでした？すごい楽しかったです。美味しかったですか？美味しかったです。プリン誰担当だっけ？あ、ノアちゃんね。しわしわ美味しかった。はい、めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひ皆さんお召し上がっていただきたいと思います。それでは NTFB ベルミット、これからの予定を教えてください。はい、NTFB は3月9日の土曜日にパスラブ山形ワイバンズ3でハーフタイムパフォーマンスをさせていただきます。そして3月20日水曜日にモンテデオ山形ホームセンター外ステージにも出演させていただきます。その他にも東京や仙台で活動させていただくので、ぜひ公式 X を見てください。はい、ご苦労様でした。またスタジオにも遊びに来てくださいね。はい、これからの活動も応援しますので頑張ってください。どうもありがとうございました。さあ、OK 市長、はい、オーラスはぜひ皆様に PR をお願いします。そうですね、まあ、先ほども話しましたけども、当駅は皆さんと一緒に成長したいと思っております。100万人というのはですね、盛大なイベントを考えていますので、買い物はグッド山形と食の駅、イベントは当道の駅ということでお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。はい、道の駅山形蔵王駅長の青木聡さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、山形県内ではここ道の駅山形蔵王を含めて23道の駅があるそうです。それらの道の駅を周遊するスタンプラリーというのがですね、各エリアブロックごとに毎年行われています。一般社団法人全国道の駅連絡会では、全国道の駅スタンプラリーファンの要望に応えて、全国9つのブロックの道の駅連絡会が開催している道の駅スタンプラリーを全て制覇し、感想証明書、認定証を9つブロック分全部集めた方を表彰しているんだそうです。ちなみに令和4年度全国道の駅スタンプラリーを達成された方は全国で59名行われたので、1200カ所以上ですからね、すごいですよね。そこまではですね、届かないにしても山形県内はもちろん南東北ぐらいは制覇したいものだなと思いますが、皆さんもそう思うんじゃないでしょうか。早速この土日はお近くの道の駅へお出かけになってください。そしてその際は十分お気をつけて安全運転で向かってくださいね。FM 山形特
番組、今日は道の駅山形蔵王スタジオからお送りします公開生放送。お相手は岩崎圭でした。お聞きいただきましてどうもありがとうございました。